私、IKEA で買ったぬいぐるみのトニーです。今日はですね、お兄さんの代わりに僕が料理を作っていきたいと思います。今回はですね、電子レンジで簡単にできるポトポタージュを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。計量だったらね。はい、それではですね、じゃあ今日はトニーでも作れるトマトチーズポタージュを作っていきたいと思います。まずですね、牛乳を90cc 量っていきます。で、マグカップに入れていくよ。次はトマトジュースだね。どうする、トマトジュースを90cc 量っていくよ。はい、マグカップに入れていこうかね。1/2を入れていきます。そしてですね、ピザ用チーズ、これをですね 20g 入れていきます。そしたらよく混ぜていこうね。よく混ぜてコンソメをなじませるのがコツだよ。そしたらこのマグカップをラップしないで電子レンジで2分から2分半かけていくよ。出来上がりはどんな感じになるのかな、すごい楽しみだね。ミニクリよりダメだもん今回。はい、そしたらチンが終わったよ。中があったかいのを確認したら混ぜていきます。これがね、トマトとね、牛乳がすごくマッチしてとっても美味しいんだよ。そしたら彩りにパセリを加えていくよ。そしたらトマトチーズポタージュの完成だよ。すっごく美味しそうだね。それじゃあできたから飲んでいくよ。おいしくて簡単だから、みんなぜひ作ってみてね。